鹿ゴ坂峠は国道138号の標高1104メートルの峠である。富士山と丹沢山地生誕の三国山寮を結ぶ暗部にあり、山梨県南鶴郡山中小村南西の極日旧と静岡県寸東郡を山町すばし里の境目に位置する。古くは鹿ゴ坂と表記された。鹿ゴ坂は峠を鹿で越えたことに由来する説や、 籠に石を詰めか山性の地盤を固めたことに由来する説がある。籠坂峠と表記することもある。富士山の火山灰が厚く堆積し、雪で閉鎖されることもあるため東富士五小道路でバイパスすることができる。山中小村川は峠から数百メートルのところまで別荘地になっている。古くから富士北六地域と寸東部を結ぶ要衝として利用され、東海道から 海の国府へ至る官能である海事の経路であり、駿河国の横総駅と柿地を結んだ。中世には鎌倉街道の峠となり、東鏡上級3年7月12日以上には、過去坂の名が見られる。東鏡によれば、上級の乱の首謀者の一人である、藤原光親が過去坂で教主されており、小山町側の途中には、光親の塚がある。また、 国境であるため戦国時代には、海の武田氏と相模の後北条氏との係争地になり、大英六年には、富士裾野の梨木平において、武田信虎と北条氏綱の合戦が行われている。江戸時代には、口止め番書が設置される。また、葛飾北斎は、富岳36景の甲州三姉妹において、鹿児坂峠からの富士山を描いている。 富岳36系の甲州三島越鹿児坂峠1911年、山中湖北岸より見た三国山陵と富士山。その中間に鹿児坂峠が位置する。ありがとうございます。